身寄りなお話をしたいと思います無料で作成いたしますんごみっチャンネルどうもみんなにチヤホヤされたい KVTuber んごみっくですみんなに父親顔母親顔お兄さん顔お姉さん顔されて応援されたいですさてここで恒例の見て少しでも面白いと思っていただけたら高評価、チャンネル登録公式 LINE 登録してください 各 SNS もやってますのでよろしくお願いします。真夜中のドア、stay with me 歌ってみたは高評価1000を目指しているので聞いてない方は良ければお聞きください。そして先週、サウシードック様のシンデレラボーイ歌ってみたをあげました。こちらもまだの方は良ければお聞きください。さて、今回は耳寄りなお話をしたいと思います。 いつも冒頭で公式 LINE 追加してくださいと言っていますが全然増えませんまあ公式 LINE は私に投げ銭しやすいようにって名目なのでうんおみくガチ勢じゃないと追加しようと思いませんよねうんおみくガチ勢なんていないでしょうしそこで追加してくれる人にメリットがないか考えました今私が公式 LINE 追加してくださる人にできることは自分のオリジナルグッズ作りたいと思ったことはありませんかグッズの相談と作るお店は限られますがグッズデータを無料で作成いたしますただイラストを描いたりはできませんご自身で撮影した画像をグッズ用データにしますリサイズや文字入れも 無料でいたします。どんなグッズ作りたいかも相談に乗ります。もしも販売したい場合もご相談に乗ります。ただ、販売の場合は売れるかどうかはわかりません。私自身、委託販売しているんですが、基本売れないです。でも、たまーに売れるとすごい嬉しいです。あとは、 本当は奥の手なのでもう少し寝かせていたかったのですが私は2年で体重20キロほど落としましたなぜまだ寝かせておきたかったのかというと YouTube やるなんて思ってなかった頃にダイエットしたのでマックス太ってた頃の写真がありません太っている体が写ってる写真何か探したらあったのですがそこまで太ってなかったので ビフォーアフターのインパクトが少ないです。まずは最初のインパクトが大事ですのでバッキバキにしてビフォーアフターのインパクトを強くしてからダイエット系の動画を上げたいと思っております。その前にもしダイエットのことで相談したい方は公式 LINE の方で相談してください。今責任を持って教えられるのは ズボラダイエットで太っている状態から標準体型まで落とす方法です。私の方法は中山筋肉さん、山沢宏明さん、アクトレブログさんなどなどの動画を見やさり私のようなズボラ人間でも標準体型までは持ってこれるようにデチューンしてます。今すでに標準体型で ビボディへ目指しているというのであれば、中山きんにくんさんたちの動画をそのまま見た方が絶対にいいです。あと、エピソードトークも在庫はまだあるのですが、自分の話だけだといつかそこをつくので、もし私に話してほしいエピソードトークがあったら送ってください。動画でご紹介します。なんか、ラジオっぽいでしょ さて、次は土曜日にまた歌ってみたあげたいと思います。何歌うかはまだ全然考えてないです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またねー。動画見てくださりありがとうございます。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。公式 LINE も追加してくれると嬉しいです。リクエスト、相談、気軽にどうぞ、Twitter、 TikTok、Instagram を概要欄、コメント欄から追加してください。